ついてが出ちゃうな、もう戻れないなんて噂かな。なぜかおとぎ話の中で飛び立っていた、そんな言葉で信じちゃうな。ああ他の誰にも触れられない、先輩先輩内緒話なんてもWe'll be right back.
こんにちは、私たちキモーターセブンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡潔に私の方から名前を紹介します。シャンシャン、サキちゃん、ルイちゃん、スイちゃん、リーちゃん、アイラナン、ユリちゃん、アイちゃんの全部で8人で踊ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速ですがここで2つキモーターセブンからお知らせがあります。まずりーちゃんお願いします。はい、キモーターセブンの4年生の卒業公演を、3月12日に行います。場所は表参道グラウンドで、開演が12時半からです。ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、次りーちゃん。はい、キモーターセブン、この度、2月28日月曜日に中野サンプラザホールにて、ユニドル2021-22ウィンター決勝戦と敗者復活戦に失礼しました出場させていただきます。今日のステージ見て少しでもいいなって思ってくれた人がいたら、ぜひキモーターセブンからチケットを購入していただきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では後半ブロックも楽しんでいきましょう。今日バイバイ。1月30日 DFA ボリューム12の終演後のお礼メッセージになります。出演されました8名の方々になります。セットリストになります。出演予定メンバーであった皆様です。2022年1月30日日曜日、新宿グラムシュタインで開催されました DFA ボリューム12のタイムテーブルになります。キモーターセブンさんは4番目12時40分頃からの出演を予定されていらっしゃいました。3月12日に予定されていらっしゃいますキモーターセブン卒業公演のタイトルに関する告知をされていらっしゃいました。キモーターセブンさんはユニドル2021-22ウィンター敗者復活戦並びに決勝戦におかれまして、7名のメンバーで出演との告知をいただいております。ユニドル2021-22ウィンター敗者復活戦決勝戦に向けられアイコンとヘッダーを変更されたとの告知をいただいていらっしゃいます。ユニドル2021-22 ウィンター敗者復活戦のタイムテーブルになりますが、キモーターセブンさんはトリを務められる予定となっていらっしゃいます。